お疲れちゃんスラッツです。今日はですね、世界一のアウプリ使いの方からね、リプレイをいただいたので、そちらをね、ちょっと紹介していこうと思います。アウプリね、こちら、アウトロープリンス枯渇デッキ、略してアウプリってね、呼ばれてると思うんですけど、俺だけだったらね、なんか恥ずかしいんですけども、それのね、ロケットの枠をウォールブレイカーにしてるね、プレイヤーがいるんですよ。こちらね、あやめさんというね、プレイヤーですね。ほんと、ここ最近マルチで見かけるようになったプレイヤーで、今もう世界14位。やばくない？アウプリ枯渇って、一生きついって言われてんの。その、アウプリが上位に来ることは、稀にあるんですけど、もうここ最近って、ここ1、2年、だいぶいない、苦しい時期だったと思うんですけども、ロケがオールブレイカーにして、まあだから、言ったら自作みたいなところありますよね。はい、こちらのプレイヤーがねやってますんで、早速見ていきましょうか。さあ、丁寧にねまとめてくださってます。やばめちゃこみやすい。さ、1戦目からね、いや勝ちで、僕ウォールブレイカーとか好きなんですよ。で、まあ枯渇も好きなんですけど、やっぱねこういうね矢のアメゾップとかきついわけよ。で、僕もちょっとまだリプレイ見てないので、それ初見ですね。はい、もう視聴者です、僕も今は。まだなんかこうやってね、高回転で、さ、ウォールブレイカーで攻めて、プリンセスで攻めて、バレルで攻めて、みたいなのができるのは、もうめちゃくちゃ好きなんですよ。もうそういうなんか、ちょっかい出しまくるデッキっていうのは、結構好きな人もね、多いと思うんですよね。さあ、というわけで、ここには、おー、プリン、いやなんかもう違う。俺だって、2秒で始めプリンします。開幕。まあ多分、まあ、ジャイプリだっていうことは気づいてるとは思うんですよね、デッキ。さ、ザップ使わして、ああ、こういうねプリンセスを延命します。皆さんやっぱ大事ですからね、プリンセス延命は。そしてアウトローもちょっといやらしくねセパレートしちゃって、はい、いや、アウプリはね個人的にこの施設がないので、やっぱエレジャイの防衛が難しいだとか、まあこういう矢の雨複数呪文がきついとかっていう苦しい部分がねだいぶ多いと思うんですけど、そこへのちょっと立ち回りをね学べば、みんなもほんと世界一桁付近まで来れるってことですからね。まあやめさんがね証明してます。はい、ここであやめさんっていう呼び方じゃなかったらどうしよう。いやでも相手もねやっぱうまいですから、もうほんのこんな上位まで来ると。おー、まあロケがないので最後の削りとか大型でがっしりね形組まれてしまうと難しいわけですよ。最後の削りと形組まれて攻めね、そうさせないようにしっかり攻めるのもね。うわー、このウォールブレイカーいやらしいですね。ジャイの後ろにユニットつけたいけど先行させるっていう、さあこれはエレキ読みでしょう、このギャング。うわ、うまい。あー、しかもプリンの、うわ、うまい、ガッチリうまいな、ちょっと待って。うわー、うざいなこの吹きやすいか。え、プリンス入るのは、これはマジで、俺らのプリンス入んねえから。あー、でも今がイケイケだっていうのを理解しての延命。あー、ちょっと無能でしたね、ユニットが。いや、でも、うわ、これもう詰んでるわ。え？じゃあ、めっちゃ簡単やんっていうか、そういう風に見えたらもう頭おかしいんですよ。一個一個がね、異常です。まずエレキ読みギャングを皆さんしてください。うん。なんか最後のね、盤面。アウプリでバレル組めばいいんやろみたいな。俺の脳はそうなんですけど。ちょっと違うな。さあ次が、うわ、えぐいね。ラバルヤナアメです。なんかアウプリってね、ケツプリンスして端のアウトローしとけばいいと思ってるんですけど。これはね、確かに嫌そう。吹き矢がね、簡単に処理されちゃうんでね。吹き矢だけで。辛い。ウォールブレイカーはやっぱ積極的に飛ばしますね。いや、こっからの立ち回りっすよね。やっぱラバル組まれたらやっぱ
守れないんで。あ、え、うまい。ガールで、あ、柳使わして、あ、めっちゃちゃんと守る。めっちゃちゃんと守る。いや、しかも、アウトローボーイのゴブリンめっちゃ強い。あー、めっちゃやわね。ちょっと連盟して。あ、でも相手のこのスケでプリンセス処理もね、うまいっすね。いやー、このオールブレイカーもうまい。さあ、フキアがだいぶ稼いでる。まあ、こんな感じでね、やっぱラバルみたいに組まれると、ロケがない分、絶対バルーンが通っちゃうんですよ。なんで、まあ、できる限りで守りつつの、もう攻めてね、ほんと2-1プランですよね。なんなら3-1、3-2まで見てるかもしれないですよね。さあ、攻める。いや、相手からしたらもうね、ライバル組んで柳打ったら、甘山は無理無理っていう。のんきな、のんきな攻めをこうとしても、はい、ラバル、ポーンっつって。いやだめ、持ってみたいな。はーい。うわぁ、ガゴムレイキー。いや、でも、アウトローガールとフキアの防衛が、うまっ。いやー、でも、苦しいっすよね。まあ、ここまで相手に使わせたならいいだろうって。え、でも、プリンセス優秀すぎ？そんなガゴ打ってくれる？あ、で、柳使ったんで、一本リッチで。まあ、でも、これで、いい分か。まあ、序盤の吹き矢分のね、辛い部分があったとこからですけど、さあ、問題はこっから。いや、この吹き矢もまた、またまたいいのっていう。アウトロガールの使い方バカうめえな。ね、アウトロガール、これ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 。アウトロガールでバルーン処理だ。いや、入ってもね、うまい。A 矢を打ってくるが、いやだ、めっちゃ守るな。やっぱ上手いプレイヤーはね、許容がもう上手いんですけど、程よい防衛がね、マジで、あ、これ行くっすよね。さあ、ゴリゴリ行って、相手もガンガンだ。あ、でもラーバって溶けんのか、いや。あー、ちょっと延命したかったキャですけど、次が優秀すぎ。これはだいぶ苦しい。だいぶ苦しいが、ギリ耐える。お、相手のノーコインヤマビ来た。これは、これはもう、サーカスの始まりっすね。ボールブレイカーついたまで。行かない。行かない。マジで冷静だ。本気で。あれ、このオールブレイカーなんか。怪しいんじゃない？ああ、でも、ああ、この、ああ、吹き矢かなんか。ちょいちょいなんか。吹き矢なんか。吹き矢が悪いっすね、今の。わあ、でも、これ勝てるのやばい。冷静に。じゃあ、アウトローガールでバルーンを守るっていうのを覚えとこう。それだけでね、戦います。いや、2個見ただけなのにガチでやばいな。あ、さあ、次！グリコです。グリコ、寝てたら世界2位。マルチ世界2位フィニッシュ経験あり。もう常連ですよ、マルチトップ。まあ、日本で、まあ、PS、プレイヤースキル、実力として、クララうめえのってなったら、やっぱ、麦、KK、グリコ、パンドラ、もうね。はい、行きます、ね。世界トップ5には間違いなく入ります。世界、日本トップ5。世界でも本当10本って言われたら入るんじゃねえかっていう。異次元 PS プレイヤーです。さあ、そんなグリコは、ディガロケデリですね。ああ、めっちゃ攻めてる。ちょ、マジで最初な、全然なんか見てなかった。うわ、えぐ。で、ここで、鬱陶作刀ってやつですよね。鬱陶作刀、うわーってか、もうなんか詰んだよ。さあ、橋前プリンの対応がしたいんですけども、させてくれない。いいプリンスですね。これ延命するんかな。さあ、しますね。で、ウッド使わせて、ゴブリンバレル、ひょっこいひょ。なんなら2コスウォールブレーカー追加まで見えます。見えませんでした。はい。冷静です。あやめさんはね、至って冷静なんですよ。ウッド使った、デリバリー使った、いけいけい、ほいほい、じゃねえんですよね。あー、いいね。ゴブリンの一発すらも。
で、デリー使ったしっていうね、なんかずっとリードしてるのはなんでだろう単純な疑問なんだけど、なんでだ。あー、デリー使ってね、あー、ボム爆破の処理、さあ、ガールがめっちゃ優秀。アウトローガールもね、なんかぶっちゃけここ最近本当に何弱カード代表枠に入ろうとしてますよね。なんか知らんけどめっちゃ勝ってる。普通に見たら相性悪そうですけど、もしかしていいのか。プリンセスがねちょっといいっすよね。さあ、お互い削り、あやめさんはねやっぱロケがない分こっからウッド削りですからねまあでもあとウッド4周ぐらいで落とせるって考えれば、うわー、さあデリバリーが来る。プリンス強いな。さあ、橋前アウトロー、あーフットがうまい。あれ流れが。さあ、しかしプリンスでウッド使ったからからの橋前プリン、いやー警戒を、でもギリ間に合わずといったところで、いやでも序盤からのあのイケイケ具合というかやばいね。なんかもう積んでたもんね序盤で。さあ続いてがスケエレスピロイヤルジャイアンツってことで、もう相手もね世界常連ですからね、相手のデッキもあの使ってる方はね参考になります。枯渇デッキを使ってる方ももちろんねこのあやめさんの枯渇参考にしてほしいんですけども、この相手のロイヤルジャイアントもねテンプレデッキで最近有名なんでね、しっかり参考にしていただいて。ウッドを使ったとしても、まあ、スケエレスピーそしてゴーストとかでねこのちっこい高回転で守られちゃうのはねやっぱ枯渇の苦しい部分ですよね。一発かまさないといけないですよね何かを。そのかまし部分を見たいです。さあプリンスからの、でも相手なんかこれ受けがだいぶ、いやーうまい、いやーでも相手もねしっかりうまいっすよ。あでもここでだいぶエリア取ってますね。ギアギャングは出さないくれてね、わあー素晴らしい。うん、まあ、このギア入るだけでねこっちの試合でかい。ガチで今日からこの枯渇極めたくなるな。めっちゃ好きなんですよねこういう枯渇、好きすぎてドタイプ、本当にただのドタイプ。いやでもなんかめっちゃゆっくりっすねあやめさん序盤は。前半結構のんびりやってんなーっていう試合してるけど、こういうとこにプリンスとか行かないっすもん。うん、そうっすね、やっぱプリン吹きはウォールブレーカーとかで相手にコストを割かして多分チャンスが来て、うわー急に仕掛けるやんすもん。ちょっといけそうだったら行くみたいな。いやでもだいぶ苦しいなこれ。ライト打ったよ、これはチャンスなのかどうなんだ。あんま勝てる未来見えないんですけどね。いやーハンターカンプガチできつい。あーうまい、ちょっと使わしてね。こういうとこっすよねやっぱ大事ですからね。いやーウッド使ったんでゴブリンバレル、ギャング追加かいかないかな、
うわいい形、さウッド使った。うわでもこれだいぶ渋い。うわえぐ、ここで、あこれだ、これがうまいんだ。うわすごい、今のもプリンセス出してプリンスで防衛っていうのが僕の頭の中には出てきたんですけども、そうじゃない、ウッドを使った今だとサロイよね、遅れて対応の。あいやうまいっすね、さっきの攻めっすね、なんかもう今だっていう完璧すぎるタイミングですね。これでも、もう攻めろいされるとやっぱ嫌ですからね。お？いやー、500は遠い。ウッド6発ぐらい。さあ、この相手の甘えた攻めは、しっかりしばいてあげてね。いや、だんだんとでもこの左サイドも苦しくなってますよ。いや、マジ、エレスピ強すぎる。さあ、ウッドをまず使わせる。からのよ。さあ、来た。攻め打ったか、でも 通らねえんだ。あ、相手打つ、使った。気づけば左サイドもピンチ。でもウッド使って、おい、トイトンの引っ張りうまく利用してね。うわでもあの1回の攻めっすね、マジああいう判断ができるかできないかで勝てるか勝てないかってほんと変わってきますしね。うわすごいな。さあ続いてベースエルジャイ、いやこれよこれよ、見たかったの止まんねえかんな単純に。まあプリンスと吹き矢で許容っていうのは分かるんですけど、でもタルファイスピードがねちょっと枯渇に強えエレジャイアンっていう話っすよ。わ橋内プリン全然しねえ、ちょっと待ってくれよ。これなんか今までのその大砲枯渇テスラ枯渇と立ち回りが全然ちゃうっすね。うん、だからやっぱ枯渇とか、やっぱ今回プリンデッキだ、特に使うプレイヤーによって立ち回りが違いすぎてやばいな。まあ、こういう立ち回りもあんだっていうね。勉強になる。さあ、プリンス。カットン！いや、この音がね、素敵。あ、ごれない、お前、ずるわ。さあ、あでもこの延命もうまい。ああ、こういう延命うまいっすね。あ、でももうきつい。リードしてたのになんかきつい。いやー、美しいな。そう、美しいってね、やっぱその、うまい人のプレイ見てて、共通して思うっすね。うん、今までやっぱ、いろんな世界一プレイヤーの動画リプレイとか世界大会とか見てきましたけど、上手い選手はね美しいって思えるんですよ。まあ、ちょっと俺もなんか美しいねそのプレイって思われたいね。たまに汚いかな。うん、汚いぐらいがなんか逆にちょうどいいみたいなところもあるかもしれんがさ、もうこれはアウトローつけるでしょう。つけ得だもんね。あ、そうですよね。つけてからの。まあでも今のところ別にね守れてはいるんですけど、こっちのダメージが入ってないんで、トントンだと最後ライト削りくるんですね。さあやっぱトルネードをされたくない警戒出してますね。あのキラーとかでね、うわーいいもんね。さあ先置き大砲ガチでつらい。後ろウォールブレーカーで稼いで時間をその間に壊して、アウトリフターさあする。ゴルナヤも走ったもんね相手。あーいやー来た、これよこれよ。いやーでもだいぶ抑えられるな。いやでもなんとなく上がってきましたね。やっぱこう序盤はねやっぱ攻めすぎない。いやめっちゃ攻める。あもう後半ですからね。はい、2倍タイムからこのデッキ強いの。
エリジェがめっちゃ押されてるやん。どういうこと？さあギャングレーンめ。エリジェになってもっと行かれるんですよ、俺らがやると。いやでもこういうプリンスの延命ですね。あ、これがうまいなマジで。あ、しかもウォールブレイカーがうまい。で、トルネードを使わせるゴブリンギャングですね。直接当てないことによってやりこぶが残るんでね。あー、うめえわめちゃくちゃ。もう完全にペース握ってるわ。うわー、すげえ。急になんかさっきまでねただの子犬だったのがライオン超えて、なんだろう、バクモンだ。急にえっ、でも今びっくりしてる相手も、いや、なんかさっきまで静かやったのにみたいな。あー、でもこの場合はちょっとぬるい。あー、もう完全、あー、すばらアウトローだ。このアウトロー大事っすね。もうトルネードで吸えないし絶対残る。あの、いじめだ。うわー、すげえ。だって余裕で勝ってるっすもんね、こう見ると。やば、気持ちいいだろうな、ここまでいくと。さあ、コディゴだ。この海外の元プロかな、今は分かんねえな。さあ、ディガロ系さっきもやってましたね。なんかポイズンがあるっていう。確かにポイズンちょっとやだ、まあ、プリンスは刺さりそう。さあ、デリを使わして、いやでもきついな、ポイデリウッドあるもんな。いやー、すぐ端前プリンしちゃうんですけど、あー、こういう端前ギャング、端前プリンじゃない、端前ギャングか。いやー、結構入るもんね。マジ、アウプリコカツは端前プリンしないっすね。あー、見せてくね。タイミング次第か。こういう相手にはでも、さすがにしそうっすね。許容、うお、えぐい相手も。さあ、まあ、相手はね、こう陸受けというかね、ここにデリを使わして、ああ、もう決まったっすね。これは気持ちいいやつだ。あ、でもギャングがちょっとボムのバカでいかれるのは痛いが、からの何でもできるぞ。ウッドしかねえ、ウッドはあるけどウッドしかねえぞ。ウッド使わせて、ぴょーん、これ気持ちいいな。あ、うん、まあ、このデッキはね最近流行ってんでね、このポイズンの枠がゴブリンっていうのもあるんですけど。さあ、始まりプリンか。いやー、いいね。相手もだいぶ無理してますからね。ウッドで延命していく。しっかりなんか常にエリに余裕があるっすね。あれ、相手なんか今ウッド使ったな、これ。こんなんゴブリンバレル投げとくじゃん。投げない。デリバリーを構えてるよねって分かってるんだね。さあ、もうブザーワークまでバッチリですすごいね、すごいね、これですよこれですよ。いやー、若くてうめえ選手ちょっと登場してきてますね。さあ、続いてエリババ神器だ。これもちょっときついんじゃねえか。どうだ、まあ、相手の中身か。マジアチャっすね。さあ、対マジックアーチャー、無限に見れるな。アウプリか。アウプリなんかね、何回もちょっと上手くなりたいと思うが、手を出すが、いや、エリジェきついわって、デリバリーウッドきついわって。20回ぐらい心折れてきたデッキなんですけどね。
オールブレイクが入ってるし、ちょっと手出したくなるんですけど、もう心折れてたんですよね。もうちょっとやんなきゃ。あーうまい、あーうまい、うん、まあ、今のとかはね本当今すぐに皆さん真似できますからね。ああいう状況やばい、マジックアッチャーだるいってなった時ね、しっかり端前からね、端の横の角度からね、はい、ちょんちょんしてウォールブレーカーで防衛しつつの攻め、はい、ウォールブレーカー釣りですね。さあ一旦落ち着く時はケツプリか、うん、いやまマジアシャ渋いっすよね。低めアウトロー、マジアチャが、いやー来る、うわーでも読んでるっすね、ここは完全に。でウォールブレーカーで逆サイドに、おタル使った。さあウッドを打ってプリンスが何やってんだ。いやーこれプリンスがなんかぴょんぴょんね、急に馬感出してきやがったな。ぴょんぴょんしなかったらよかったがさ、まあ樽なんでアウトローは残る、残るっちゃ残るけど、ゴーストでもしばかれるし、マジアチでもしばかれる。うわすげえ、こんななんか並ぶことはあんまねえ。右ギャング、あーあウッドからの、いやちょっと痛い。さあでもちょっとユニットが残ってんで、こっからどうする、アウトロス、うん、いやでもこんだけなんかちょっと押され始めてても冷静っすね。うわ締めアウトローかこれ、行かない、行かないんですよね、マジで。うん、いやー勝つ未来見えねえけどな。いやだいぶ落ち着いてるぞ、ゴリゴリあっち食い刺さってんだよな。おこの工場来たのはちょっとでかいっすね。さあ U の許容来た、神判断ここで。さあ相手も許容、足前アウトローからの、ここはまあバレルが、いや行かない。ちょっと待って、行かないばっかなんだよな。いやでもあるんでしょうね、多分あやめさんの中で行く行かないのやつが、すぐ行っちゃうんですけど、一回逆にね、これはまあ樽を使わせる、えっ左が入ってんだけど、どういうこと。今のうまいな、もう黒子やん、右に視線誘導して左でね、ミスディレクション持ってんな、あやめさん。いやーもうめっちゃ固めてきてるもんな、マジックアーチャーとか左サイド、こうなってくるとよ、だから右にちょっとサイド入れ替えてね、相手のセミナルラッシュが来てる。いやでも耐えたらさ、相手も呪文がないので耐えれるったら熱いが、いや耐えれる、いやそこまでと、こうなると勝ちだな。ミスディレクションで削ったダメージによって折れてダメだこれ。いやでもプリンス溜まってさあ時間稼いで、いやー素晴らしい、いや素晴らしいね。いやでも見てわかるね、あむずっていうむずっていうやつなんですけども、いやーでもチャンピオン皆さんないですよ、チャンピオン入ってないですこのデッキ、うん、アウプリ枯渇で前んのっていう、ロケットいらんのっていう、
やーでもちょっとこれは練習するしかないっすよみんな。というわけでリプレイは以上ですかね。ちょっとね、いやー無限に見れるね、やばいね、気持ちいいね。というわけであやめさんのツイッターもね概要欄に貼ってますんで、皆さんフォローの方ぜひねよろしくお願いいたします。またなんかねこのデッキのお手本が見たいみたいなあると、ちょっとねそのデッキの専門家とかにちょっとまた連絡してみようとも思うんでね、ぜひコメントともねよろしくお願いいたします。いやあやめさんもねご協力のほどありがとうございました。では大塚ちゃんです。またねー。